はい、皆さんこんにちは。5月30日金曜日1時30分になったのではないでしょうか。またトムブリッジの始まるスタジオトライアル、今週も来ちゃいました。この時間が来ました。4週目になりますかね、この体勢でやるようになって。いつの間にかカメラとこう対峙する。そうですね、このパターンになぜ戻ったのか分かりますか。分かんないです。分かんない。これちなみに、はい、神戸なんです。神戸、はい、神戸は行ったことあるんですが、ここ行かなかったですか。行かなかったんです。私神戸の異人館行ったんです。異人館、はい、異人館北の方なんだよね、神戸の。あ、これちょっと南の港の方行かなかったですか。ポートタワーとか見なかった。見なかったね。残念。神戸の楽しさの3分の2ぐらいをつけた、はい、その旅行ダメ。ただいまジャパン見た方がいいですよ。はい、います。ここね、何かと神戸の中華街なんですよ。神戸の中華街、はい、南京町って言うんですけど、おのど真ん中にある広場みたいなところがあって、そこで今日はそこの写真ですって言いかけちゃって今僕はちょっとそこの、ど真ん中から、配信をしております。このブリッジの始まるスタジオトライアルです、はい。ただいまジャパンという今ウェブサイトを作っておりまして、はい、外国の方にもっと日本を楽しみ、日本の旅を楽しくしてもらおうと、はい、日本のことを知ってもらおうということで、日本のことを紹介するウェブサイトを今作ってますけども、はい、一応その制作をしているのと、まあ、その制作に合わせてこの始まるスタジオトライアルも、はい、始まるスタジオトライアル、はい、はい、そうです。ちょっとリニューアルしたいなと思っているところがあって、はい、その準備のためにこうした形で配信をしておりまして、はい、4週続けて今週で最後の予定ですけども、はい、ただいまジャパンで、流そうと思ってる、見せようと思っている動画を見てもらって、はい、全くトークになってませんけども、毎週プチトークを繰り広げようという企画でございます。はい、そうです。動画はこれ先種明かししますか、どうしますか。またお祭りだって聞いてますけど。そうです。あ、そうなんですか。お祭りで、はい、今回は秩父夜祭り、はい、秩父だ。東京の秩父。東京秩父、東京ですね。秩父すっごい遠いですけど、僕行ってないんであれですけど、すごい遠いですけど、お秩父夜祭り、日本の三大引山祭りって呼ばれるんですよ。あ、有名ですね、はい、しかもその後2つは京都の祇園祭りと、はい、飛騨高山の高山祭り、おと、もう一個秩父のこの夜祭りが三大引山祭りって言われて、引山ね、あの出汁、日本人何でも三大を作るんですね。三大好きですね。そうですね、はい、はい、三大5台、7台、3台、でも3台多いか。3台多いです。3、ね、3台なんか日本三大名園とかあるね。三大名城とかあるね。日本三大名園とさ、日本三大公園とさ、違うんですか。日本三大自然公園、何が違うんだろうね。何が違うんですか。分かんない、今決めたけどでもありそうじゃない。そうですかね。でも三大夜祭り、違う、三大引山祭りって呼ばれてるんです。あ、先週見たね、あの川越祭りも引山祭りですけどね、まあ、三大は入ってなかったんですか。三大入ってません。三大引山祭りには入ってないですね。あ、なんででしょうね。誰が言ったか、どんな基準がですね。うん、三大で決まったんですね、はい、中華街で食べるものは何ですか。じゃあ肉まん、わかりました。じゃあ VTR いきますよ、はい、それでは VTR をご覧ください。
せーの、肉まん湯気肉まん。見とれても夢中になっちゃった。夢中になっちゃいました。忘れてました今、ね、VTR 開けますっていう声を、はい、すごいです。すごいですね。はい、超かっこいい。ずっとかっこいい。かっこあ、出てる出てる、下のが出てるんですね。え、こうやって見ちゃうとこっちになっちゃう。はい、あ、1週間もしたらこういうこともできるようになりますね。おー、そうだね、すごいですね。出てるね。これなんだろうね、狂言みたいなのやっぱやるんだよね、きっと。そうですね、腰の上で確かやっているんじゃないかな。腰上でかいね、引山ね、引山の上でね、引山がちょっと展開して舞台みたいになるんですね。へ、うん、まあ、カメラはちょっと違うとか言ってもらったんで直だ見てない。あ、そっか、森氏行ってないのか。引山でかいもんね。どのくらい高さあるんですか。だいぶ高いし、これだって 5メーター、6メーター、7メーターぐらいじゃないの。だって2階建てよりでかいよね、絶対これ。花火だよ、しかもほら夜になって。はい、それすごくいっぱい人引かないと。貸したけど伊勢の夜は綺麗ですね。はぁ、綺麗です。花火もうすぐ季節。そうやね。あとなんか恋愛成就、恋愛成就、はいはい、なんかあのご夫婦がカップルの方が、うん、ご利益がそっちにあるお祭りらしくて、神社の関係ある神社。へえ、恋愛上手のお祭りですか。そうなんです。行った方がいいんじゃないですか。そう、ね、でも一人なんですけど、なんかそこが出会いがあるかもしれないですよ。ただあのやっぱりそのカップルの方とか、夫婦の方は多かったみたいです、ね。カップルとかご夫婦が多かった。見るのは嫌なんです。見るのやだ。そんなこと言ってるからダメなんですよ。で、秩父神社から1キロほど離れた、なんて読むんだろうな、これ。まあ、場所に向けて、みこしが出発して、神様を乗っけたみこしが出発して、はい、それに、かさほことか屋台が続くと。はい。で、最後花火バンバンバンって上がってたところが一番クライマックスなんですけど、あそこ団子坂っていうところがあって、団子坂、坂なんですけど、はいはい、そこを坂鉾とか屋台が引き上げるときに多分掛け声もかかって言うそうな感じで引き上げられてて花火も上がっていく。あ、結構引き上げ大変ですね。引き上げね引き上げ大変でしょうね、多分。あれだけでかいと重い、すごい大きいね。ちょっとびっくりしちゃった。で、中国って、はい、例えばさっきの秩父夜祭りって、はい、秩父山っていう山が本当一番最初の1カット目に出てきてるけど、はい、あの山の山が神様なんですよ。山自体が神様です、はいはい、山自体が神様で、そこの神様が降りてくる神社が秩父神社で、はい、その神様の一応祭りなんですよ、はい、で山の神様の祭りなんですよ、はい、確か
そうだ、思い出した、思い出しもうちょっと寝かけてたけど思い出した、その山の神様が女の人か男の人かなんですよ。でそこの山の神様がその団子坂の上にいる、はい、女の神様か男のその異性の神様に会いに行く祭りなんですよ。これ異性の神様に会いに行く、異性ってわかります、異なる性の、あ男性なら女性、女性なら男性、多分男の神様が女性の神様に会いに行く会い引きの祭りなんですよ。思い出した、俺なんかそれ書いた覚えがあるわ、ちょっと。で途中で会ったんですか？はい。誰と行きます？行ってくださいよ。ぜひね。夫婦で行くっていうことは何でしょうね。恋愛成就というよりはお礼参りなのかね。もしかしたらうまくいって。それだったらすごいいいですね。毎年一回じゃあ行こうよ。あの時のお礼に行こうよとかね。はい、はい、ね、こんなんでこれ冬の祭りですね。12月だぐらいだと思います。そうですよね、寒い時ですよね。寒いの、はい、時の祭り、あの暖かくしていってくださいって、時期外れで申し訳ないですけど、はでまたこれもね秋口ぐらいにお見せできるといいですね。はい、はい、じゃあね、4週ぶっ通しでいきましたけど、これ背景変わるの楽しいですね。だいたいこの机なんですかっていう話ですけどね。すごいね、手抜くって手間かかってますからね、こんなに。そうですね。じゃあ皆さん、皆さんただいまジャパン、ただいまジャパン、もうそろそろ見れることになっているんじゃないかとも思いますが、はい、まだならもうちょっと楽しみにしてください。もうすぐで開けますんで、もうすぐ、間もなく、あの執筆してる人も、執筆してくれる人もね、してますので、はい、ぜひ記事とかを、はい、Facebook どうせあげるから私もなんていう人はぜひですね一緒にやってもらえたらなと、はい、すぐお金には申し訳なくならないですけども、ぜひ私と願ってください、ね、もう発信していくね楽しそう、はい、ちなみにごめんなさい長くなってあれなんですか、レイさんは、はい、なんで日本を日本発信したいと思ってるじゃないですか。はい、そうですね。なんで日本を発信したいんですか。日本は私ここに7年間生活してきて、日本にね、はい、うん、日本に、はい、結構いろいろ見てきたんですが、そんなにいっぱい見てないけど、うん、でも見てきたかなと思って、うん、いろいろ見てきて日本は実はのなんかすごいいいものをいっぱい持ってると思う。うん、でも、うん、実は世界中の人が、うん、一つのパターンの日本はしか知りません。一つのパターン、はい、で、といえば日本といえば、うん、お寿司、はい、でもお寿司以外もいっぱい美味しいものあります、うんうん、あるね。それを知りたい方はただいまジャパンを見てください。すごい演説するのかなと思ったら急に番宣に入って、しかもバーン振って終わりましたね。笑ってますね。じゃあ見てくださいと、いいところいっぱいありますからね。そうです、それは例えば、本当に例えばなんです、はいはいはい、でもそうですよね、はい、ステレオタイプな、ね、日本しかきっと知らないでしょうからね。そうです、はい、そんなところを出していきたいなと思ってます、はい、みんなで。もう一度映ってませんけども、もしも活躍しておりますんで、活躍してます。ありですか。一旦あり、一旦ね、一旦出た、一旦、はい、というわけで、じゃあ来週からどんな始まるスタジオトライアルになるのかお楽しみにいただきながら、今週もお別れしたいと思います。はい、今週も見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。今週は南京町より、神戸の南京町よりお届けしました。はい、はい、じゃあまた来週、バイバイ、バイバイ、せーの、肉まん、湯気、バイバイ。